ペリカン化は、ペリカン目に含まれるとが、ペリカン族のみで本化を構成する。アフリカ大陸、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸沿岸部、ユーラシア大陸南部、アメリカ合衆国北西部、オーストラリア、カナダ西部、スリランカ、ニュージーランド最大種は、ハイロペリカンで、全長170センチメートル。翼海長330センチメートル。 体重1 1キログラム。メスよりもオスの方が大型になる。灰色は灰色や白。初列風切りは黒い。くちばしは大型で、長く下くちばしから喉にかけて袋状に伸長する皮膚がある。重心が胃にあり、大量の獲物を胃に入れた状態でもバランスを崩さずに、飛翔することができる。ベリカンは前後に、 頭の位置をシフトさせることによって重心を変化させてバランスを維持する。また、両翼にある1体内し3体程度の羽をエルロンのように動かすことで左右のバランスを調整している。卵は白い殻で覆われる。ベリカンの機能は翼先端まで伸びている。以下の分類、A 名はクレメンツチェックリスト V2015IOC ワールドバードリストバージョン5.1に 和名は日本鳥類目録改定第7版に従う。沿岸や湖沼などに生息する。植生は動物食で主に魚類を食べるが、甲殻類を食べることもある。水面で獲物を水ごとの土のに含み水だけを吐き出して捕食し、桃色ペリカンなどは集団で魚群を追い込み捕食することもある。褐色ペリカンは空中から急降下して水中の獲物を捕らえる。 他の鳥類を捕食するという報告もある。繁殖様式は乱生。オスが巣を作る場所を決め、その場でメスに求愛する。メスが栄養し、オスは巣材を運ぶ。集団繁殖地を形成する。死有交代で放卵し、放卵期間は約1ヶ月。育成も死有ともに行う。卵を複数個産んだ場合でも巣立つひなは、通常1羽で巣立った幼鳥も、 生後一年以内に大半が死亡する。モチェノペリカンラルコ博物館修造、ペルー、リマペリカンのステンドグラス、ファーストコングラゲーシャネルチャーチ、アムハースト、マサチューセッツ、親ペリカンが、自らの胸に穴を開けて、小日を与えている。同様のデザインは、世界各地で見られる。ペットとして飼育されることがある。人に良くなれ、時には、 主人のもとに魚を持って来させたりするほどにしつけることができる。古くはマクシミリアン皇帝が飼育したペリカンは80年以上生きたとされている。肉食であるペリカンの肉は臭く、味は非常にまずいため食用に向かない。アメリカンインディアンはペリカンを両獲し、その袋を加工して財布やタバコ入れなどを製作していた。 18世紀にはそれらの一部がヨーロッパに輸出された。トウガ油は灰色ペリカンの脂肪油であり、通常、秋、または冬に捕獲し、可能性の出来物、腫れ物、悪性の出来物、風疹や湿疹の頭痛に用いる。ペリカンの油脂は、インド、ペルシアでも古くから用いられた。ペリカンが胸に穴を開けてその地を与えてこう。 育てるという伝説があり、あらゆる動物の中で最も子孫への強い愛を持っているとされる。この伝説を基礎として、ペリカンはすべての人間への愛によって十字架に身を捧げた、キリストの象徴であるとされる。このようなペリカンをキリストのシンボルとみなす記述は、古くは中世の著作にも見つけることができる。ペルーのモチェ文化において、透正のペリカン像が発見された。 褐色ペリカンか、それに近い種をモデルにしている、可能性がある。うの字は、日本では、うかなどに用いるうを指すが、もともとは、ペリカンの意である。アラビア語では、古称として、アルコダスが用いられていた。この語がポルトガル語でアルコトルーズとなり、大型の海鳥後半を指すようになり、英語でアホードリ類を指すアルバトロスの語源となっている。灰色ペリカンや星橋ペリカンは、 漁業と競合する害鳥とみなされることもあり、開発による生息地の破壊、漁民によるコロニーの破壊により生息数が減少している。ありがとうございます。